はい、質問をご視聴ありがとうございます。車の話題でございます。皆さんいかがお過ごしでございますか？まだまだね、寒い日が続きますけれども、体には十分気をつけてね、一日一日を過ごしましょう。さて今週はですね、関東地方にもですね、雪が降るんではないかというですね、方々の天気予報出ております。週の後半、2月10日あたりにですね、湾岸低気圧というものがですね、日本列島の南側を通過するというような予報が出ておりまして、この湾岸低気圧がですね、この冬に通過しますと、寒気と相まって降雪の確率がだいぶ上がるということですね。まあ、こんなことを言ってしまうとですね、まあ、雪の降る地域の方々には大変申し訳ないんですけれども、私この雪が降るのを待っておりました。以前にもですね、私の愛車シエンタ君、こちらは毎年ですね、12月頃にはスタッドレスタイヤに交換をしておりましてね、まあ、あまりですね雪道を走った経験はないんですけれども、東北地方に行ったりとかですねした時に、まだ雪が残っている地域をこのシエンタ君 VRX2 を履いて行ったんですけれども、まあ全然問題なく走れましたね。シエンタ君は肉なんですけれどもね、全くですね VRX2 を装着して雪道を走る、全く不安がなく運転ができました。さてですね、今回は、いよいよまあ、関東地方、私の住んでいる千葉県、東京地方にもですね、結構な積雪があるとの予報が出ておりましてですね、今からちょっとだけですよ、ワクワクをしております。今回もですね、ラグ4を手配して、まあ、雪道を走ってみたいなと、まあ、前回の動画でも上げましたけれどもですね、ちょっと画像にも出しておきたいと思うんですけども、前回も上げました動画の中でラブ4スノーモードを使ってみたなんていう動画も出してましたけどね、ぜひともラブ4で雪道検証もう一度やってみたかったんですけどもね、今回はちょっとね間がないので車の手配が追いつかない状況でございます。言うてもですね、まあ久しぶりの降雪ということでですね、2月とか私高級日でございますから、まあ、雪がね打った市内をですね、ラブ4ではございません、シエンタ君に乗って、しかもですね新しい VRX3 ではなくて VRX2 ですけれどもね、2シーズン目の VRX2 を履いてですね、雪道のですね、走りをですね皆さんにご覧いただこうと思っております。まあ、ただですね、やっぱりね雪がずっと降り続くということではなくてですね、午後になるとそれが雨に変わって、まあその雨によって雪が溶けるんじゃないかなっていうねことも予報では出ておりますのでね、まあ、できればですね午前中雪降ってもらってなんて言ってるとね、通常仕事して車使う方に何を言ってるんだなんて怒られちゃうんですけれどもね、まあそういったこともね、まあ、これは天気ということなんでね、私どもの力ではどうすることもできませんので、まあ与えられた機会だということでですね、じっくりとですねシエンタでの雪道走行をご報告していきたいなと思っております。もうですね春も近づいておりますのでですね、なかなかね今後ずっと寒さが続くというようなこともねあまりないと思うんですけれどもね、まあ、今回ねこの降雪で私久々に雪の中を走りたいと思っておりますので、ぜひともねその時にはまた新しい報告動画を上げて皆様にご覧いただきたいなというふうに思っております。本日も最後までねご視聴いただきまして誠にありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイビー。今日はあったかいね。